藤井先生が人生で読んだ中でこれだけは読んでおいた方がいいという名著は何ですか？そうだな、早稲田大学を卒業後海外に渡り、クレアモント大学大学院、ハーバード大学大学院へ、政治、経済、歴史、科学、言語、宗教、金融、戦略など国内外の本をたくさん読み、年間300から400冊は軽く読んでいるであろう先生。ハーバード卒の頭脳を持ち40年間学者人生を歩んでる先生は 1.2 万冊の中から一体どんな本を選ぶのだろうかとワクワクです。やはり専門の国際政治に関する主力の一冊が出てくるのか、それとも翻訳されていない海外の名著が出てくるのか。先生が1分ほど考えた後、意外にもパッと2冊の本が上がりました。この2冊どちらも名著、さらにどちらもとても薄くすぐ読めてしまいそうな本。先生、なぜこの2冊なんですか？この本はどちらも名著、それ単体でも面白い。実際に僕が昔読んで人生に影響を受けた本。でも理由はそれだけじゃなくて実は別にある。この2つを合わせて読むのがとても面白い。そこがミソ。え、どういうことですか？この2冊は実は全く違うことを言ってるんだよ。でも違うことを言っているようで同じことを言っている。この2冊を合わせて読むとつながってきて見えるある一つの真実がある。ある意味で私の人生の歩みを支えてくれた本とも言えるし、そこから勇気をもらったとも言えるし、人生の大きな方向性を決めてくれた本であると言えるし、私が非常に大きな影響を受けた本。さて、国際政治学者の人生ベスト本は何か。